皆さんこんばんは。長岡 HR420 ももすけです。今週も1週間お疲れ様でした。この動画金曜日の夜公開なので、ももすけは多分東京にいるんじゃないかな。はい、出張に金曜日はね、行ってるはずです。はい、これで6月も終わっちゃうわけだけども、7月はね、S.V. サマーバケーションがあるんだけど、その前に、関西ハムフェスティバルがありますね。前々からカンハムに FLRM のブースをね、今年も出展しますっていう話はしてるんだけども、今日は出展の展示内容についてね、簡単にお話をしたいと思います。あとね、募集がありますのでよろしくお願いします。出展内容なんだけど、もちろんライセンスフリーラジオのね、トランシーバーの展示を行います。デジタル皆無線、特定省電力無線、あとは市民ラジオ。特徴に関しては、レピーターのね、展示なんかもしたいと思いますし、あとね、今回、市民ラジオ、新規的機器を4台展示します。そのうち1台は去年も展示した CB1 ですね。CB1Jr. じゃなくて、CB1。周波数表示の出るね、福岡 AB182 局の、もう1台だけのね、この貴重なトランシーバーを今年もね、お借りすることができました。その他 CB1Jr. と、あと ICB770 回、あとは RJ580 回ということでね、4台の新規的機展示したいと思います。それぞれね、貴重なもんなんで、触ってもらうことはちょっとね、難しいかと思うんだけども、生でね、CB1 も見れますんで、ぜひ、見に来てください。はい。あとは、細々した展示ね、動画の放映とかね、いろいろあるんだけども、今回もね、皆さんに参加してもらう展示内容を準備してます。今年は、皆さんの QSL カードを募集して、ブースに展示したいと思います。デジタルデータでね、募集しますので、説明欄にあるね、URL から募集要項を確認して、QSL カードのデータをぜひぜひ送ってください。あとはですね、今年もブースに来てくれた皆さんにプレゼントを用意しております。まずは、去年と同じ FLRM、今年は201号のステッカー。去年はね、FLRM2014 のステッカーを配りましたが、はい。今年も FLRM2015 のロゴを世田谷 CBR250 局タラちゃんがね、デザインしてくれました。こんな感じです。今年はね、青にしました。ということで、この FLRM2015 のロゴを使ったステッカー、これはですね、枚数限定、それぞれの日の先着30名様に、ステッカーをプレゼントしたいと思います。ので、こちらについてはですね、ブースに来たら、ステッカー、ありますかっていう風にね、言っていただけると、スタッフから、残りがあれば、ステッカーをプレゼントしたいと思います。その他ですね、これは多分、1000個以上用意するから、多分、みんなに配れると思うんだけども、もう一つね、FLRM のロゴが入ったグッズをね、用意してますんで、これはもう来てからお楽しみにしておこうかな。はい、もう一個、FLRM グッズ、配りますんで、はい、ぜひね、ブースまで足を運んでください。ということで、会場で皆さんのお越しをお待ちしてます。ももチャンネルレギュラーのね、各スタッフにも会えるし、新規的機器も、生で見れますし、いくつかね、皆さんへの、プレゼントも用意してますので、ぜひぜひね、7月18、19関西ハムフェスティバル、大阪池田市民文化会館までお越しください。ブースで待ってます。以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバイ。登録こういう感じ。